ーパーマリオメーカー。はい、どうも皆さんこんにちは、モッティです。毎日楽しむスーパーマリオメーカー実況プレイ、今日もやっていきたいと思います。今日は作ります、見切り発車、3、2、1、ボーン。何を作るか、昨日のお知らせちょ、俺が早すぎてついてこれなかったな。あれですね、さっきの前回のパートを見ていただいたらわかると思うんですけど、そうです、イライラ棒です。イライラ棒を作りたいんです、僕は。なので、イライラ棒を今すぐ頑張って作りたいと思います。よろしくお願いします。という感じで、とりあえずじゃあスキンどうしましょうか。マリューしてみます、まあ、基本的にこれにしとこうかな。これ、あ、これでいいや。な、これみんな好きだもんな。わかんない。当てつけ。で、トゲ、どれだ？これか。オニオン。これさ、スパイクなんちゃかないのか。とりあえず、まあ、ベースはあれですよ。昔、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャーっていうね、そういう番組があったんですよ、僕が子供の頃。その頃に、なんか、やってたようなことを真似してやりたいなと。これ、きつすぎるか？これ、さすがに、ニマスは。きついかな？いけるでしょ？大丈夫でしょ？みんなだったら。はい。とりあえず、うっちゃんヘアピン。うっちゃんヘアピンやった後に、続いて、あれだな。うっちゃんローラー、うっちゃんローラーをしよう。うっちゃんローラー、斜めに。うっちゃんローラー。ホームベースみたいになっちゃった。いらない。これも、こっち。で、こうして。違う。こうじゃない。こう。違う。斜めがいいの。斜め。よし。で、うっちゃんローラー。で、コピペモード。違うわ。全体コピーモード。はい。で、コピペ。あ、ちょっとずれた。コピペ。消そうか。で、コピペ。ここでいい？あ、ちょ、ずれるな。ここだよね。え、違う。え、なんで？え、なんか、え、なんでこの下のやつが若干位置変なの？え、なんで？ここか？ここか？どこだ？え、どこだ？ここ？全然わかんない。全然わかんない。いいや。じゃあ3つでいいや。じゃあ3つでいいや。適当すぎんご。こんな感じで。ね、こんな感じで、そう。で、下行く人と上行く人で分ければいいよね。で、上行く人は、あれだわ、うっちゃん奥の細道だわ。ちょ、それ細すぎて。うっちゃん奥の細道。で、下行く人は、なんちゃん、なんか、右往左往。なんちゃん、右往左往。オッケー。なんちゃん、右往左往してるからな、普段、昼の番組で。ねえ。なお言っちゃいけない。みんな見てるよな。好きだよな、昼なんです。昼なんです。はい。中間地点です。もう完全に、もう完全にあれなんですけど。完全に、あ、で、てーん。はい、てーんっていう棒。はい、懐かしい。はい、懐かしいやつ。てーんっていう棒。はい、てーんっていう棒ね。てーんっていう棒がありまして、まあ、あれですよ。はい。で、て、ここで、まあ、休む。あ、だ、後でキノコ食うわ。で、またてーんっていう棒ね。てーんっていう棒、伝わるかな？伝わる人いるかな？てーんっていう。はい。で、うっちゃんエレベーター。なんちゃんエレベーターを作りたい。なんちゃんエレベーター。はい。なんちゃんエレベーター。なんちゃんエレベーター。なんちゃんエレベーター。あ、ちょっとずれたね。なんちゃんエレベーター。どうやって作るかっていうと、こうやって縦に並べて、なんか疲れてきた。大丈夫だ。モッティ頑張れ。まだいける。頑張れ。まだまだだ。2マス空いてるか、ここか。エレベーターね。
エレベーター。よし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 。いいぞ、いいぞ。順調、順調。こんな実況開始数分で疲れたとかいう実況者の風の髪にも置けねえよって誰かに言われそうで怖い。怖い。よいしょ。いいよ、いいよ、いいよ。からの、ドゥン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 でいいよね。はい。で、何をエレベートさせる？何をエレベートさせたいですか？何エレベートさせようか？何、どうしようかな？普通にリフトでいい？普通にリフトでいいか？普通にリフトでいい？二つぐらい欲しいよね。こうだな、こうだな。で、これコピって、コピって、みんな 上向きでいいの？いいよね。いいや、いいや。いや、別に適当じゃないから、ね。はい、エレベーター。はい、エレベーター。うっちゃんなんちゃんエレベーターでしょ。で、あー、ゴール来ちゃった。あれだわ。ひねり、ひねり、ムーンサルトアタックみたいな。うっちゃんムーンサルトアタック。いや、違う。その前にあれだわ。コンベア、コンベア、コンベア。コンベアじゃねえ。コンベアでもいいけど、うっちゃんプレス、うっちゃんプレス。うっちゃん、なんちゃんだな。この顔は完全になんちゃんだな。なんちゃんプレス。なんちゃんプレス。なんちゃんプレスはちょっとデカめに作ろう。ここ見どころだから、やっぱり。見どころだから。はい。なんちゃんプレス。なんちゃんプレスを、なんちゃんプレス作る。どう作ろうか。どう作ろうか。これちょっとくぼみきつすぎるな。なんちゃんプレス。いや、なんちゃんプレスこれ、いけるだろう。大丈夫だろう。なんかどうにかなんだって、どうにかなんでこれ。なんなかったらまあ後で直せばいいや。はい、なんちゃん三連プレス。よし、なんちゃん三連プレスが終わって、で、なんちゃんムーンサルトアタック。はい、なんちゃんムーンサルトアタックの時間。よし。なんちゃんムーンサルトアタック。なんちゃんムーンサルトアタックちょっと難しいからね。難易度上げないとね。なんちゃんムーンサルトアタック。なんちゃんムーンサルトアタック。なんかこのランダム感が否めないっていう、この、ね、なんちゃんムーンサルトアタック、いいよ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 、なんとかひねりみたいなあるよね。うっちゃん、なんちゃん、なんたら、かんたらみたいな。適当じゃねえぞ。割とちゃんと頭の中で考えて作ってるぞ。よし。で、ロボ、最後ロボむずくね？ロボ。優しめにしとくで、最初だから。で、最後の、こうなんかゴールが見えてて、ほら、クリアできるぞ、みたいな焦りを誘いながら、あえて、すごく、こう、大回りをさせていくっていう、この、邪悪さね。性格の悪さね。で、よいしょ。で、ぐるっと回して、こうでいいかな。よしよしよし。まあまあいいでしょう。完璧だわ。完璧。で、まあキノコをね、ちゃんとね、クリアさせる気がありますよっていう、そういうお達しをね、一個置いといて、で、ここに一個置いときつつ、で、最後に、こうやって、よーし、来た。いけるべ。はい。よし。行くぞ。これでかい方が逆にきついってやつ。うわ、怖そう。あ、やばい。いや、むず！狭っ！赤。無理。あ、いい、あ、でもいい、いい、あ、いや、もういい難易度じゃね？いい難易度じゃない？割といい難易度じゃないこれ。あ。これは、あれだわ。なんちゃんの方がいいかも。でも、ここ一番最初キノコ取らないとやっぱきついな。これきついな。これきついぞ、これ。なんちゃん。うっちゃんヘアピンちょっときつい。うっちゃんヘアピンきついな。ここ、もし、キノコなしでクリアした人いたら、ちょっと教えてください、コメントでよかったら。俺クリアしたでーって、コメントして。よしよし。で、なんちゃんウォーサーを。よし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 。いいね、いいね。で、トゥーンっていうね。トゥーンってやつね。あと、タイムをしっかりあれですね。短くしとこうか。で、はい。なんちゃんエレベーター。なんちゃんエレベーター。真ん中が多分一番難しいから、なんちゃんエレベーター。なんちゃんエレベーター。いいよ。うまくね。ただこれ上に乗っちゃうとこうなっちゃうから、気をつけてねっていうね、そういうお立ちでした。はい。なんちゃんプレス。なんちゃんプレス。なんばらプレス。なんばらバンバンバンプレス。なんばらバンバンバン。うわ、簡単かよ。なんばらバンバンバンプレスをクリアして、で、
そして、なんちゃん、全然ひねってない。ひねってない。超むずいよ、最後。ひねってないんで、ちょっともうちょっとひねりましょうか。もうちょっとひねりましょうか。さすがにね。さすがにもうちょっと、潜ってきて上から出てくるぐらいな感じでもいいかもしれないな。そしたら。さすがにひねらなさすぎる。ひねらなさすぎるんで、これはさすがにきついから、こんな感じでぐるっと回せば、まあなんかちょっと難しいだろう、どうや、みたいな空気にはなるはず。なるはず。よしよしよし。で、これでいいかな？こんなもんかな？よしよしよし。オッケー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 。これあれだな。なんちゃんプレスちょっとどうにかしてえな、これ。なんちゃんプレスどうにかならない、これ。なんちゃんプレス、ちょっと、段差を変えるか。ちょっとこう上からやってくるみたいな。で、あ、で、そう、で、最後、こう、ちょっと下になるみたいな。そぐらいがいいんじゃね？なんちゃんプレス。あ、ドゥルルン、まだ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 、ドゥルン、まだ、ドゥルルン、まだ、ドゥルルン、まだ。これでいいな。ちょっとこの辺をちょっと和らげて。よし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 、いけるいけるいける。いけるいける。もうこれでいいでしょ。このまんまクリアしたことにして、投稿にして。いいんじゃないか？いいんじゃない？楽しけばいいんじゃない？いいんじゃない？よし！でも行けなくはなさそうですね、あそこね。行けなくはなさそうだから、ちょっとこう、割と好感は持てそう。で、はい。はい、ウオーサオ。ウオーサオが、ウオーサオは割と簡単なんで、ウオーサオで行きましょう、皆さん、ぜひと。あ、で、ミスるこれ前半はね、いけるな。後半がちょっとえぐいね、やっぱりね。ウオーサオ。ウオーサオ。って、あの、エレベーターから先。エレベーターから先を、しっかり。もうここはなんかもうこれで行こうかな。あぶね、いや、ちょっと、意外とむずい。意外とむずい、もしかして、このゲーム。このゲーム意外とむずいか、これ。いける。俺の中でも結構力作な方なんだけど、個人的に。はい。はい、いや、無理だな。やっぱり、キノコは、あれだな。補助程度だな、やっぱりな。まあ、ぜひともね、あれですよ。一回も触れないでクリアしてもらいたいんで、まあ、ぜひともキノコなしでね、皆さんには、クリアして、トゥーンいただきたいね。あ、トゥーンを鳴らそう、後で。トゥーン鳴らそう。一回死んだらトゥーン鳴らそう。で、一回も死ななかったらこのまま出そう。トゥーン、トゥーンはでもみんな口で言おう。口で、あぶれ！ちょ、エレベーターえぐい。意外とエレベーターえぐい、これ。こう見えて。はい。はい。で、はい。はい。はい。いいよ、いいよ。からの。あー、意外といいんじゃない？こう。か、段差下げたことによって、なんか、なるほど、ザワールド。なるほど、ザワールド、みたいな。スイー、来ちゃった、ゴールしちゃった。ゴールしちゃった。トゥーンは口で言ってください、皆さん、ぜひとも。口で言ってください、トゥーンは。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ということで、クリアできたんで、投稿しまーす。まあまあ、そんな難しくないね。別にね。大丈夫そうですね。丸。記号とかあるんだよね。俺、これ最近知ったんだよね。記号とかあるって。うっち、なんかやだな。なんかそこで丸入れんのやだな。うっち、ちょ、50音。うっちゃ、ん、先に打っちゃおうか。先に、な、ん、ち、やん、の、あれ。あれ。あれ、伸ばし棒とかなかったっけ？あ、これか。あれ。割と、簡単。割、いや、簡単だよ。で、うっちゃんなんちゃんの矢を丸に変える。よし。いいじゃん。うっち、
うち、ん、なんち、んの、あれネーミングセンスなどうなんだろうな。投稿しましょうか。これ投稿そのままできますよね。はい。クリアはしてるはずなんで、投稿は。あ、クリアチェックもう一回しなきゃいけない。あれ？ここクリアできてたら、あれ投稿、あ、まあ、マジか。まあいいや、もう一回ぐらいクリアしよう。大丈夫、いけるいける。問題ね。問題ね。問題ないさ。これで、また一発で決めてドヤ顔しちゃおう。はい、そうか。うわー、来た！うわー、ダメだ。ちょ、調子乗った。完全に調子乗りました。いいよ、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 いいよ。これ、いろんなもの置けますよね。ラインのやつにね。ここはそこで、こう、いろんなギミック作れるから、割とこう、幅は広いなっていう気はするね。はい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 。ちょ、エレベーターちょっと食らわないようなさ、なんか攻略法をみんなに教えたい。個人的に。あれね、リフトが下がってくるときに、いやー！やべ、挟まる挟まる、死ぬ死ぬ死ぬ。挟まったらバーンバーンバーンになる。よし。あれ難しいね。あれエレベーター難しいね、意外とね。下行けそうで行けないっていう。よし。あ、タイムをいじるのを忘れちゃった。まあいいや。ムーンサルト意外と怖い。ムーンサルト的な何がして怖い。ここ、ここ、オブフォッ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 。意外と簡単、ほんとに。割と簡単。スイー下に置いとけばよかったね。オッケー。あ、意外と簡単でしたね。なんか一回できるともう大丈夫だな。大丈夫だ。これができる。これ多分クリア率 30% ぐらいいける。大丈夫、大丈夫。これならみんなできるわ。よーしとで、完成しました。うっちゃんなんちゃんのあれ。あ、違う、言っちゃった。うっち、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 んー、なんちゃんのあれ。簡単だよ。よし。投稿します。皆さんぜひとも遊んでください。そろそろね、モッティからのガチ鬼畜コースの挑戦状を皆さんにお渡しすることになると思いますんで、まあぜひともその時はね、ぜひともクリアしてください。まあそのための予行練習だと思ってね、FQE00000086-7B 四股。です。はい。ということでね、まあこんなもんでいいね、今週のコースは。適当かよって。はい、ありがとうございました。モッティでした。また次のパートでお会いしましょう。トツー。